教えて大野ちゃん。どうもプロスピンナンバーワン芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ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 、昨夜ですね、昨日ですね、セレクション第2弾が来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、率直に言って僕はガチャ引かないんですけども、この12選手徹底的に解説していって、これ引くべきなのこのガチャっていう、スピ4100もうすぐ出るけどどうなの大野ちゃんということをね、今日はこの動画を通じて皆さんにお伝えできればなと思っております。よろしくお願いします。早速見ていきましょう。セレクション第2弾ですね。まあ、3回目6回目9回目で1人確定で、10回目以降はアイスが出たらもう確定ということでね。まあだから、なんて言うんだろうな、僕的に言わしてもらえれば、ちょっとね、無課金微課金の方にとっては厳しいガチャかなと。やっぱ90連して、まあ言ったらお金で換算したら3万ですよね。3万で狙いの選手が取れなかったら、まあかなりショックですよね。まあ、ここはだから、課金がいっぱいできる方がやっぱ推奨のガチャかなというふうに思いますね。であとなおかつ4100ももうすぐ来ますしね。ただこの選手、例えば今山岡選手映ってるけども、山岡選手がじゃあいつ出るんだと、私立で。そう、9月になってすぐ出るかもしんないし、10月11月になっても出ないかもしんないし、それは分からないから、まあ、早めに取っといた方がいいんじゃないっていうね。まあ、そういうね、まあ、なんだろう、駆け引きもありますよねっていうのが、まあ、セレクションですよね。そう。まあ、リーグガチでの方は絶対取るべきなんですけどね。早速、順位選手見ていきましょう。まず、ヤクルト田口さんですね。全道地できましたか。なるほどね。まあ、全道地、まあ、リーグ的にはかなり重宝しますよね。で、まあ、田口さんはリアタイでも結構強いです。先発中継ぎできるんでね。そうで、タイピンも持ってますよ。超タイピンじゃないんだよね。タイピン持ってますよっていうので、まあ強いですよね。で、湯浅投手。まあ僕ね、あんまり現実の野球はあんま見ないんで、ピッチング一回も見たことないですけども。球威がね、昇降次第で A に乗るということで、まあ厚い能力できましたよね。そう。ただまあリアタイ的に見るとね、まあ、あの変化球もきついし、まあ、タイピンついてたとてっていう感じでありますね。で、岡本和真さん。いや、出ましたね、セレクションで和真は。エキサイティングでも出たのにということでね、まあまあ、説明しようのない、まあ、能力かな。まあ変わんないですよね。まあ、サードの趣味もいいし、まあ、これはもう同じですよ。エキサイティングのと通常のと同じ。ただまあね、特殊能力がエキサイティングとは、まあ、違って連発になってますよと、白熱が連発になってますよということで、まあ、通常に戻ったって感じですよね。まあ、僕的には白熱の方がいいかなっていう感じはしますけどね。大瀬良さんですね。大瀬良さんも9位、3プラスで全土地ということで、熱い能力できました。まあ、だからやっぱりリーグガチ勢向けのガチャなのかなって僕はちょっと今思ってますね。で、雄大大野さんですね。まあ、雄大大野さんもめちゃめちゃ熱い能力できてない、オール A か。なるほどね。たださ、その雄大大野さんはさ、リアタイ的に見ると上方向の通信が弱体化しちゃったんで、なくなったんで、横方向は使わないよねっていう意味で、まあでもワンチャンなんか使ってみてもいいのかなとも思ったりもするんだけどね。なかなか慣れてないかもしんないから、もう今リアタイであんまり大野雄大さん見ないんで、慣れてない方多いかもしんないから、まあ当たった方はワンチャンリアタイで使ってみてもいいかなと思いますね。マキ君出ました。エキサイティングでも出ました、マキ君。まあだからさ、エキサイティングで出たからセレクションで出ないとは限らないんだね。まあこの能力で来たら、まあ、パワープラス1なんで、まあ、ミパ同士行きやすいかなと。まあ、ミパ AA も行きやすい能力では来たかなっていう感じですね。ただ、マキ君は僕何回も言ってますけど、守備は守らせられないです、僕は。はい。ただ、超広角ついてるんで、まあ、浅村さんの方がちょっと上だけど、まあ、マキ君今後将来性も含めて今取ってもいいんじゃないかなっていう感じがしますね。山岡選手、僕的にはなんか第2弾で一番欲しい選手は山岡選手ですね。まあオール B なんですけども、やっぱりね、山岡投手って、配球うまくない人の山岡投手はマジでカモンなんですよ。マジでカモン、配球うまくない人の山岡さんはね。ただ配球うまい人の山岡さんってむちゃくちゃ強いんですよ。これね、幅、これ振り幅っていうのかな、これ他の投手にはない幅なんですよね。
他の投手はまあ配球上手い人も上手くない人もまあそんなにね大差ないんですけど、山岡さんはねすごいね如実に現れます。はい、だから山岡使いの方と当たるとめちゃめちゃ苦労しますよね。なので僕は山岡さんの配球を勉強して山岡さん欲しいなって正直思ってるんですよね。そう、ただまあ僕はね TS 枠をゲットするためにエナジー貯めないといけないんで、はい、まあ無課金上がり課金するというね非常に緊急事態も起きてますので、ぜひともねそこに向けてエナジー貯めるんで、僕は山岡さん欲しいけど当たりだと思うけど今回は引かないですね。で松川くんですよね。まあ松川くんってもうこれもう将来性だよね。まあ高卒でねキャッチャースタメンで出てるけどさ、まあ能力的に見るときついよね。まあ当たっても使わないっていう人が大多数だと思うから、まあ将来性、まあこの写真が欲しいなっていう方のみ、まあだからロッテ純正かなの人はやっぱ欲しいかなって感じしますんで、まあその方は引いていいかなと思いますね。で安楽さんですね。安楽さんもまあなかなかねセレクションで出たことないんじゃないかなっていう選手なんで、まあ球威も A に乗るしね、称号次第で。そう、まあでもまあリアタイ的に見るとまあきちいかなっていう感じがしますね。で今宮ですね。今宮さんは僕結構ショートで、即戦力というか、そう、まあ中段道っていうのがちょっとね一つあれなんですけども、まあ使いやすい選手かなと思いますね。まあ本当裏捨ても全然問題ないし守備も守らせられるしね。そう、ただまあ特能で固め打ちチャンス守備職人ってことで、まあ1打席目もし、ランナーなしだったら、もしくはランナー1塁だったらチャンスも出ないんで、固め打ちも出ないですし、守備職人なんで能力が全く上がらないっていうね。なので僕的にはまあ守備の専門かなっていう感じはしてますね。でひろみちゃんもね9位リーグ行かなかったか、まあなるほどね。まあでもね、ひろみちゃんはね、もうスピーディングで活躍してくれると確信してるんで、まあ取りたい人は日ハム純正取りたい人は絶対取るでしょうね。まあ僕はいらないです。で、ダスカーイですよね。NHK よ、ダスカーイですよね。まあこの山川さんは、まあミートが B に乗ってるんで、まあ久々に B に乗ったかなって感じで、まあ打ちやすいんじゃないかな。やっぱり今まで山川さんって C だったんで、ここはめちゃめちゃいいっすよね。ただまあファーストの守備もそんなに良くないし、まあプルヒだしってことで、まあでもアジのプルヒだったらまあ別にそんな関係ないかな。まあだから山川さんは僕的には DH で使うのがいいかなっていう感じがしますよね。ということで12選手徹底的に見ていきました。まあ、僕的にそのリアタイ目線、ごめんなさい、これはもうリアタイ目線で言わせてください。リアタイ目線で見ると、まあ田口さんはいいかなっていう、田口さんは当たりの部類に入るかなっていう感じがしますね。で、まあ岡本さんも打ちやすいですよね。そう、岡本さんも絶対当たりだなっていう。で、雄大さんもワンチャンありかなって僕は思ってます。はい、全然思ってます。で、牧くんも当たりだよね。で、山岡さんが僕はやっぱ一番の当たりかなっていう感じはしてますし、まあ山岡さん使いになればめちゃめちゃ前ますよね。大会なんてめちゃめちゃ強いからね。ほんと打てないから。そう、まあやっぱ当たりかなっていう感じがしますよね。てな感じかな。で、あとはまあ山川さんぐらいかなっていう感じですね。まあだから当たりは多いけど、ちょっとそのまあ能力低い選手もちょっと多いかなっていう感じがするセレクションダニーなんかなっていう感じですね。はい、ということでね、今日はまあ解説系の動画させてもらいましたけども、まあセレクションってね、まあこのダルビッシュさん見ても分かる通りこの背景がめちゃめちゃかっこいいんで、まあそれだけでも取る価値はあるかなっていう感じがします。まあこのダルビッシュさんだったり、まあこの中地だったりね、まあ結構やっぱかっこいいじゃないですかセレクションって。そうだから、それはねやっぱ写真欲しいから撮るっていう人はまあ結構いるんじゃないかなっていう感じがしますよね。はい、ということで、まあセレクション、まあお金に余裕のある方はぜひぜひ引いてみてもいいですし、まあ TS 第6弾、僕的にはね TS 第6弾よりセレクションの方が引くべきだと思うんですよ。まあやっぱりスピードが100上がるんでね。ただまあ TS 第6弾もその、まあ、メンツ的には結構熱い選手が来ると思うんで、そこはちょっと皆さんがね、ご自身で考えてっていう感じで、どっち引こうかな迷ってるな、まあ TS 第6弾でいい選手出るかもしんないから SP100 低くてもそっち取ろうかな引こうかなっていう方はステイして、いや俺はもうセレクションにかけると、もう爆死型だと、自分はもう大爆死に出るんだっていう方はね、ぜひセレクション引いていただければなと思われております。よろしくお願いします。ということで、まあね、第6弾、まあ30連で1人確定っていうね、
まああっちも一応爆死なんですけどもまあね、でもあっちはランキングでね取れる可能性があるっていうことで、うん、まあここっちはこのセレクションはね5人、召喚しないと、生贄に捧げないと1人召喚できないんで、まあ結構きっちりと思いますけどもね、ぜひとも引き方は、頑張ってください。よろしくお願いします。ということで、今日もスピーディングの生放送やります。よろしくお願いします。ありがとうございました。